今回は狭山西武ボーイズ潜入第2弾でございます。前回は西武ライオンズジュニアに所属していた小野くんの凄まじいバッティングとピッチングを紹介しました。そして今回はもう一人の注目選手、こちらの快速サウスポーに密着です。どうぞ。また、はい、見つけました。見つけました。西武ライオンズジュニア出身の吉川君。またもや。普段はまあセンター、一番センターをメインでやってるんだけども。おお、いや、ありがとうございます。よろしいですか。お願いします。行きましょうか。行きましょう。早速。ということで、お言葉に甘えブルペンで受けさせていただけることに。前回紹介させていただいた小野くんと同級生の吉川くん、アップも完了し、いざピッチングです。よっしゃよっしゃ。いいね、いいね、元気だね。はいよ。よっしゃ。あ、いいね。ほら、はい。あ、あ、ナイスボール。はい、こっち。あ、いいね。はい、こっち。よいしょ。はい。あ、いいね。カーブとスライダー、どんな投げ分け方してる？なんか投げ方とか。カーブは指パッチン、指ですね。あ、指パッチン。スライダーは、まっすぐ深く握った、うん。はい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 。小指を。まあ、俗に言うチョップみたいな。はい、そうです。はい。ああ、いいね。こっち。ああ、いいね。はい、こっち。おいしょ。おいしょ。はい、あー、いいね。はい、こっち。あー、取る。吉川くん、ナイスピッチ。そして国尾さんも久々の公式キャッチング、お疲れ様でした。と、ここで驚きの事態が。何、どうしたんですか。はい、どうしたんですか。何するんですか。実践です。実践、実践です。よし、おはようございます。おろくー、来てるよ。おお、イエーイ。めっちゃやじられてる。めっちゃやじられてる。抑えた。一人目抑えました。ヒットは出たものの、ランナーを出した後も焦らず落ち着いたピッチング。最後はサードゴロで攻守交代です。国吉、吉川バッテリー、結果無失点で切り上げました。
紅白戦に出させていただき、間近で選手を見ることによって今の中学生のレベルが上がっていることを肌で感じることができました。そして最後は、右よし左よし国よし、最高の国吉ポーズありがとうございます。これからも国吉 TV 狭山西武ボーイズさんを応援し続けます。国吉ミット肩をつけた、はい、このミットを、うん、7月のプレゼントにします。おマジ、わかりました。いや、ありがとう。チャンネル登録と、はい、またこれをコメントしていただければ、はい、そうですね、プレゼントが当たるかもしれません。はい、ぜひよろしくお願いします。わかりました。公式オノグラム用意しました。ワールドペガです。おー、内野手を、内野手をですよ、はい、今月のプレゼントに追加して、7月31日までの応募とさせていただきます、はい。